こんにちは、サドチンです。今回開けるのはこちら、新発売のドラゴンボールフィグミーズです。パチモンはいっぱい売ってたんですけど、正式にバンダイさんからの新発売の商品が出たということで開けていきたいと思います。ワンボックス10個入りです。何が出るかわからない。全部で8種類。多分アソートはどの箱も一緒なので参考になればかと思います。さあ、それではこちらの一番前の左側から開けていきましょう。ほい、一つ目。はっ、おっ、やはり一番トップには悟空が来ました。やばい、いいね、すごいクオリティ高いよ。頭取れるのかな。あ、取れる取れる。スーパーサイヤ人なんで目が青くなってますね。緑か。マインクラフトのレゴと比べるとほぼほぼ同じサイズですね。まあメーカーは違うんですけれども、いい感じのサイズです。2個目こちら。テレツテツテテン。おお、2個目も同じ悟空が出た。全種類出ると考えると2かぶりまでは許せますね。あと1回だけかぶることができます。3個目。いやー、もうかぶらないでほしい。あと1個スーパーサイヤ人の悟空来たらまずいっすね。テレツテツテテン。お、ノーマルの悟空、へんてこではないです。いい感じ。4つ目。4つ目、悟空来るのかな。なんだろうね。テレツテツテテン。あ、来た、通常のベジータ。いかがでしょうか。似てますかね。まあ似てるか似てないかって言われたら微妙ですけれども、いいと思います。さあ5個目。これは何でしょうね。綺麗に出ていればベジータのスーパーサイヤ人とか出そうですね。テレツテツテテン。お、違う、クロセーン。マントはちゃんと布製です。裏はこう。やばい、ピッコロさんいい。あ、帽子が動くんだ。帽子が動いて一緒に耳も動きますね。で、帽子と耳が取れます。さあ折り返し地点こちら。6個目。テレツテツテテン。おー、来たー、ベジータのスーパーサイヤ人。2つを見比べるとスーパーサイヤ人の方は険しい顔してますね。で、こっちはにんまりしてます。おー、かっけー、これいいっすね。これね、第2弾とかやってほしい。7個目。よいしょ、これはもうスーパーサイヤ人出ないかな。7個目。テレツテツテテン。おー、こちらはクリリンだ。7個目。クリリン、ちゃんとおでこに6個の穴が開いてますね。裏はこうですね。亀仙流の亀が描かれてます。悟空とクリリン、こんな感じです。8個目。あと出てないのがセルとかフリーザ様ですね。8個目。テレツテツテレ。おお、クリリンが被ってくるんだ、ここでクリリン。9個目。あとね、フリーザ、セル、この2つが出なかったらもうコンプできないですね。いや、そんなアソートはちょっと勘弁してほしいっす。9個目。テレツテツテテン。やったー、フリーザ様。7番、フリーザ、どうでしょう、いい感じですか。みんなから見たらどう思うんだろう。私の戦闘力は53番です。ラストはセルでしょ。セルが出なかったら終われない。ラスト、テレツテツテテ。やったー、コンプリート。セル、お前のではな、孫悟空。8番のセルです。はい、こちらがセルですね。顔をもうちょっとしっかり怖い目にすればもうセルですね。フォルムがすごい再現されてます。やばい、いい。で、一応ね、こう下半身と上半身も分けられます。はい、10体全種類揃いました。スーパーサイヤ人の悟空と普通のクリリンがダブりましたね。いや、この商品はぜひともシリーズ化してほしいです。ちゃんとね、バンダイの商品なのでそこら辺がね、グッドです。はい、というわけでドラゴンボールフィグミーズワンボックス開封動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。